メリンダーン・ゲイツはアメリカ合衆国の実業家、慈善家でビルメリンダー・ゲイツ財団共同会長。ビル・ゲイツの元妻で旧生命はメリンダーン・フレンチ。メリンダー・ゲイツはテキサス州ダラスに生まれ育った。父は技術者、母は専業主婦。1986年にデューク大学で 計算機科学と経済学の学士号を1987年に同譜クは経営大学院で経営学習士号を取得。1987年マイクロソフトに入社。同年ニューヨーク州マンハッタンで行われたマイクロソフトの報道機関向けのイベントでビル・ゲイツと出会い、1994年1月1日に結婚。マイクロソフトパブリッシャー、マイクロソフトボブ。 エンカルタ、エクスペディアの製品開発プロジェクトに従事した後、1996年に退社。同年、デューク大学の理事に指名される。2004年9月、ワシントンポストの取締役に選任される。現在は、ビルメリンダ・ゲイツ財団共同会長を務め、世界の教育や栄養状態の地域格差をなくす、事前活動に尽力している。2005年12月、 オットビル・ゲーツ、ロックバンド、U2 のリードボーカル兼、フロントマンであるボーノと共に、タイム氏のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選出された。ホーブス氏の最もパワフルな女性100人リストでは2006年に12位、2007年に24位、2008年に40位、2011年から2020年に、かけてはずっと3位から6位に選ばれている。夫と共に、 2013年にメアリー・ウッター・ドラスカー公益事業賞を受賞。2016年には大統領自由勲章を受賞している。2021年5月3日、ゲイツ夫妻は離婚を発表した。メリンダは結婚し、ビルの建てた豪邸に住み始めてから少し自分自身を失ってしまった。いくつものガレージ、トランポリンルーム、室内プール、映画館、プール、 ハイテクを駆使した家にいると、まるで自分がビデオゲームの中に住んでいるようだった。私が住むなら、自分たち家族の生活スペースにしましょうとビールに申し出た。その後6ヶ月かかって、家族のためのスペース、メリンダのオフィス、スタッフとその周辺部のためのスペースを作った。メリンダの一番の関心は、子供たちができる限り普通の生活を送れることだった。ありがとうございます。